見てくれました？ TikTok、 TikTok じゃない Twitter と Instagram と、あと公式のあれかな、オフィシャルサイトにも上がってると思うので見てみてください。こんばんは。日曜日のこの、あ、でも最近日曜日も、先週も夜くらいやったかなって感じですね。こんばんは。どうしよう、今日カラオケ配信しようかな今ふと思った。どう思います？よいしょ、えら10上手くなった。本当に嬉しい。でもなんか前より10大人っぽくなったかもしれないって思って、自分でも思うなんかそう、なんかね、なんか字が安定してなくて、字体がすごく。でもなんか最近なんか字体を安定させたくて、直そうとしてます最近なんかって思って、はい。バラありがとうございます。どうしようかな、最近割と日曜日何かがいる
つの差に影ができた。あいつも好きだって聞いた。絶対負けないとつぶやく。根拠ない自信とその願望は木々を揺らす風になった。君はウイルスみたいに僕を蝕んでく。昼間の悪夢にうなされてる。愛した僕がいけないんだね。君はウイルスみたいに急に熱を上げるよ。知らぬうちに探し求めてるワクチンは両思い。まさか初遭遇。体のどこかで気配がする。自分と違う何か。あ、恋はエイリアンなのか。地球外の生物いつの間にか共存している感情は片思い。ありがとうございます。いいな、ありがとうございます。いつか明るさ。どうしようかな。ちょっとスピーディーに行こう。違う違う違う。春の制服スカートいらし。ガードレールをぴょんと飛んで。君は全力走ってゆくよ。風は後から追いかけてゆくよ。どうしてこんなに眩しいんだろう。どうしてこんなに切ないんだ。僕はきっと恋をしている。桜舞う日差しの粒が遠くでいい。何にも始まらなくていい。声かけず一瞬だけ君と止まった横断歩道。体を弾めるが息を弾ませ空を見上げて汗の雫をそっと拭った。青になったらまた飛び出してポニーテールがジグザグいる。僕はずっと思い続ける。桜の木花びら散る後ろでいい。こっちも振り向かなくて
人は思うよりも一人
みんなは何の曲が好きですか？あれにしよう。ぼんやりと考えていたら眠れなくなっちゃった。誰かを好きになるっていつでも体力がいるもの。ハートまで喉が渇いてて炭酸水欲しくなる。ベッドをそっと抜け出し真夜中キッチンへ向かう。電気をつけたんだ眩しくて右手をかざして目を細めあくび。睡眠不足ね。冷蔵庫を開けながらどう思うなんて聞いてた。機械焼いては本音が言えるし冷蔵庫と会話中なるほどねなんて答えて漂う冷気の中で落ち着く親友みたいに。トランプの恋の占いは当たらないとわかってる。それでもカードめくって未来の人を探してる。あーなんかお腹空いたけどダイエットをしているし綺麗な私になってこの恋実らせるつもり。物音立てずに起こさないように一人物思いにふける。冷蔵庫を閉めながらわかるでしょなんて笑って
求めたっていいぞ、僕はいつだってテンテンテンと何も言わず、私の勝手な話聞いてる相棒みたいに。今日の冷蔵庫の中身はアイス。このことは言わないでね、誰にも。冷蔵庫とは私の二人の秘密にして、冷蔵庫を開けながらドームなんて聞いてた。機械焼いては本音が、あー本当だ、溶けちゃう。トークと会話中、なるほどねなんて答えて、漂う冷気の中で落ち着く親友みたいに。溶けちゃうね、冷凍庫だった。溶けちゃうアイス冷蔵庫溶けちゃう、ミスった。あれあるかな、生意気リップス探したけどなかった残念。憧れてた先輩から不意に声をかけられた。私の名前知ってたことびっくりしちゃう。バスケットのインターハイ応援に来てと、周りの友達が林立てるよ。ヒュー、私はあなたの彼女になれますか？ずうずうしい質問ですが聞かせてほしい。これからあなたの彼女になれますか？夢見がちな性格なので教えてほしい。ダメならダメと心の準備させてください。これやりたいだってライバルが多いから信じられない。これ英語、ただの遊びだったら悲しいね。試合の日には他の誰か呼んでないかな。あの噂のチアディーダーちょっと気になっちゃう。困ってるその顔も
暑くていいか答えてほしい。私がお弁当を作っていいですか。調子に乗る大型なので叱ってほしい。いやらいやと秋に首を振ってください。これからヒューヒュー。私はあなたの彼女になれますか。涼しい質問ですが聞かせてほしい。これからあなたの彼女になれますか。夢見がちな性格なので教えてほしい。ダメならダメ心の準備させてください。昨日だっけ？昨日あれだったじゃないですか。あのラガッチェ？あれ再放送だったのかな。再放送やってたんですよ。それを見た。めっちゃ夜中だったけど。そう、あれを夜見ました。そう、可愛かった。本当に。そう、もう可愛すぎて。どこを見ても可愛すぎて。もう目が幸せすぎた。そう、指が見ちゃった。こうした。眩しいくらい鮮やかな真っ青な海と晴れた空も太陽から逃げられない。いつものグループみんなで渚で騒いだバーベキュー。あいつと彼女はいい感じだね。君と僕は仲が良すぎて冗談ばかり。
たい好きなんだ僕はつぶやくこの胸の熱い気持ち SNS あげてみた料理の写真ぼんやりと誰かの影さりげなく片思い歩くのは恋愛中のカップルか空気を読めないピエロたちかスイカ割りしようなんてみんなで盛り上がるけどさあその前に片付けようか悪いやつが僕たちのこと気づいて林立ててる日向さん、ここで着替え中です。ハッシュタグ好きなんだ。僕はつぶやくこの胸の熱い気持ち。リプライ君からだ。スイカの写真空振りの僕が写る大好きな人とない大好きな人とない好きなんだこれはまだやったことないんですよ結構やったことない曲多いでも日向さんがあのソロ公演でハッシュタグ好きなんだやっていらっしゃるんですよもう可愛くて可愛くて、まあ、どの曲もめちゃくちゃ可愛いんですそうなんです。そうそうそう。結構あの日向さんのソロ公演には。バックダンサーで出させていただいてるんですけどもうなんか毎回勉強になることがとてもとても多いですあーこれやろう
題出し忘れちゃった。これ知ってるかな。これコンサートで歌ったやつなんですけど単独のコンサートで歌ったやつ。でもここ低い。ある田舎の駅の近く、二つの店が並んでました。履物屋さんと傘屋さんの、おばあちゃんは仲良しでした。それぞれの連れ合いに先立たれて、子供たちも自立しました。おばあちゃんたちに残されたのは、客の少ないこの店だけ。感動するんです、この曲。ストーリー性がめちゃくちゃあって、それでも二人は幸せでした。話し相手がそばにいたから、履物屋さんのおばあちゃんが微笑みながら亡くなりました。傘屋さんのおばあちゃんも鳩を追うように亡くなりました。それぞれの家族が片付けたとき、店の奥を見て驚きました。練習した。あ、落ちなかった。
かしいね。これはさ、まさか自分がさ、あのなんかダンスのユニットと歌のユニットみたいな感じで分かれてたんですけど、まさか自分そっちに行くと思ってなかったからびっくりしたっていう話あれにしよう。そばにいてほしいと君を思った。もしもこの世界が日向だけなら、寂しいことなんてきっとないだろう。恋する日々は自分が自分じゃない、息するだけで切なくなってくる。木漏れ日よこの僕の迷いなんか話しておくれ。雲一つないような青空になりたい。何も遮らずに君の瞳見つめながら、ただ好きだと一言だけ言葉にできたらいい。僕は君の何を知っているのだろう。遠くから眺める愛しさの森、君に話しかけて振り向いたって、心の一部でしかない。恋する歌、光を追い求める、歩き出したら迷ってしまうのに。片思いささやかなこの願いを叶えておくれ。青空を知りたい。僕にできることはずっとここから見守ること。今好きだと言えなくても夕日を待てたらいい。はぁはぁ、外から眺めても想像するだけじゃ中身はわからないよ。木漏れ日よこの僕の迷いなんか晴らしておくれ。雲一つないような青空になりたい。何も遮らずに君の瞳見つめながら、ただ好きだと一言だけ言葉にできたらいい。遠くの影一つ目を覚まさない、いの優しさと強さが欲しいんだ。そこに存在する奇跡の憂鬱包み込んで、大好きだと声に出
してすぐに言えたらいい。ちょっとかな。イエーイ。いい曲、これも好き、すごく。何がいいかな。アウトナッツって曲知ってる？知ってますよ。すごい聴いてます。今日の朝も聴いた。あの曲朝に聴くとテンション上がるからよく朝に聴いてる。明日朝配信します。明日朝配信するけど夜配信ちょっと間に合わないので夜配信はできないです。でも朝配信しますよ。だから見てねこれ歌えるかな。でもちょっと1番は分かるけど2番分かんない。なんか最後って感じ、でも2番分かるか分かんない。今日がどんな一日だったかなんて帰り道考えるよね。待て、楽しいことが勝ち越せばいい。家族や友達や周りの人に心配をかけたくなくて。待って待って、君だけが抱え込むのはやめて。季節の風の向き感じたり足元の花に気づいたり、小さな出会いにそう感謝できたら僕らは幸せになれるんだ。夕日が沈む空を見ているか、時が過ぎるその背中は美しい。今日が終わり、すべてリセットする夜が来るよ。家路を急ぐ君は一人きり。どうして自分のことを褒めてあげないのかね。ちゃんと見てあげようよ。君が君らしく生きてること、絶対2番わかるかわかんない。面倒だけど一人では生きてゆけない。人は誰でもよい、お互いにさ。時にはきつい言い方したり誰かの足を踏んでしまったり、誤解されたりいろいろとあったけど、いつも希望に満ちている。夕日が沈む空を見ている。
島を受け入れること、進むこと教えてくれる。失うことは何かをいつか必ず手に入れられること。あたりは少しずつ暗くなり、夜を描く点線みたいな星たちね。ちゃんと朝が来るまで君は君らしく夢を見よう。夕日が沈む空を見ているか、時が過ぎるその背中は美しいやろう、yes。 それなりの今日が終わり、全てリセットする夜が来るよ。道を急ぐ君は一人きり、どうして自分のことを褒めてあげないのかね。ちゃんと見てあげようよ、君が君らしく生きてること。はい、ありがとうございます。今何分？54分。じゃあ終わりにします。本当ありがとうございます。今日もありがとうございました。明日は朝配信をして、夜配信をお休みします。すいません。朝見に来てください。7時からです。あ、じゃあ明日の夜ご飯を決めていきたいと思います。そうですね、まあ最近なんか夏が始まったって感じしません？まあ夏始まってたんですけど、まあ最近雨が多くて、でも最近新潟はね晴れてすごい暑いんですけど、まあ今日も暑くて、まあね、その時にぴったりな夜ご飯を考えております。明日の夜ご飯はですね、はい、じゃか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 じゃん、チンジャオロースイエーイ。全然関係ございません、今のこの前の流れね、はい。チンジャオロースってタケノコ入ってるじゃないですか。入ってるよね、お肉ですね。100回目、 なるほど、100回、ありがとうございます。いつも食べてくださってる方。このあとみなちゃん、あ、そう、ちょっと外そう。おばちゃん、今みなちゃんが LINE ライブでラルムの LINE ライブで今やってるいるので、ぜひぜひ応援してあげてください。そう、でも本当にすごいみなちゃん、すごいね。青もね、チンジャオロースという選択肢が出てきたっていう、このレベルもだいぶ成長したやつね。歌唱力決定戦ノミネートする。でもなんか考えてます、結構前向きに。
前向きというかやる方向で今一応考えてます。なんか今回第3回じゃないですか。でも1回目と2回目はまあ全く結構もう考えてなかったんですけど、まあ単独コンサートを挟んでやっぱいろいろとね、まあ前よりはまあだってカラオケ配信もできなかったくらいだから、別に今もカラオケ配信できるくらいのあれじゃないんですけどって思って、本当だと1分だ。でもちょっともっと正確というかまたちゃんと本格的に決めたらお知らせします。はい、今日はありがとうございました。ギフトとしなぎありがとうございます。はい、おやすみ。また朝会いましょう。朝の7時からですね。見に来てください。ありがとうございました。あと5秒、バイバーイ。バイバーイ。